アルベルト・アルバシーノ。左は、ジュゼッペ・ポンティッチャ。1994年、アルベルト・アルバシーノは、イタリア・ボゲーラ出身の小説家、エッセイスト、評論家。グルッポ63や新前英派に属し、2005年に、エッセイ、マラシエル・イ・リバーティニーを表して、イタリアの文学賞であるビアレッジョ賞を受賞した。1930年1月24日、 イタリアロンバルディア州のボゲーラに生まれ、ミラノ大学で法律を専攻して卒業した。その後は、雑誌、イルモンドや新聞、ラレププリカのジャーナリストとして働いた。1960年代に来日。1967年から1969年にかけて、新前英派のメンバーで、同国出身の詩人、小説家、劇作家、評論家、 翻訳家のエドアルド・サングイネ・ーティア、哲学者、小説家、文芸評論家のウンベルト・エーコラを集めて、雑誌、クイン・ディチを創刊した。1969年に表されたローマ帝国、第23代皇帝のヘリオガバルスに関する小説、スーパー・エリオガバロは、アルバシーノの作品の中でも、現実的で、表現主義を重んじた作品である。 1983年から1987年にかけてイタリア共和党の国会議員を務めた。2005年にビアレッジュ賞を受賞した。ありがとうございます。